はい、やってまいりました。1の格ゲーチャンネルの1です。よろしくお願いいたします。今回はですね、ロックの、9割セットプレイがあのツイッター、あ、今 X ですね、 X 旧ツイッターの方でちょっと100いいねぐらいもらったんで、みんな興味があるのかなと思ったんで、ちょっと動画にして解説していきたいと思います。ロックのまずですね、ハードエッジですね。ハードエッジのこれ EX 指導なんですよね。まずこれを当てることから始めるって感じですね。これ当て方なんですけど、まあ一番当てやすいっていうか一番オーソドックスなのが NC から当てる。これ NC でカウンターを当てながら当てるっていうのが多分オーソドックス、一番当てやすいかなと思います。あとは下段小技ですね。これです。こっから当てるっていう方法もあります。相手に隙がなくて、まあ一瞬の隙を狙いたいっていうなら、こう小足から入れるっていうパターン、これにパターンもう一つあって、あとは、もう直接入れる感じですね。これ結構ぶっちゃけ結構当たるんですよね。この距離で相手はやっぱ何かしようとするんですよ、ね、攻撃を仕掛けて起用するんで、不意をついて EX を当てるっていう形、この 3パターンですね。 NC から当てるのと、小技から当てるのと、あとはもう普通に単発で当てる。とにかくこの EX を当てることから始めるって感じですね。で EX 当てた後に、まあ多分初心者の方は難しいと思うんですけど、 EX 当てた後にライジングタックルを AB でキャンセルする。これですね、このライジングタックルを AB でキャンセルする。出し方はもうライジングタックルのコマンド、昇竜コマンドを押したらすぐに AB を押す感じ。これです。でこれで上に上げる。これで上に上げると追加攻撃が可能になるんですよね。ここで EX して、これで普通はハードエッジで追撃するんですけど、9割セットプレイの場合はここでハードエッジをあえてせずに NC で一旦止めるんですよね。やってみますね。 EX やって、でここです。ここで止める。ここまでですね。まず EX やって、で、あ、これじゃないこっちじゃなくて EX やって止めて C、 これ C は連打で大丈夫ですね。こうやって、結構難しい、こうやって、こう、まずここまで。でこの後にレイジーラン、竜巻コマンドですね。レイジーランでもう一回 D を押すとシフトに変わるんで、シフトになると相手の後ろに回り込む。これを利用して NC の後に回り込むってことをするわけですね。でそこまでやってみますね。 EX して上げて C 押して連打、ここまでですね。相手の後ろに回り込む。この相手の後ろに回り込んだ時点でめくりと同じ効果が持つんで、相手は、それに反応できないってことです。その防御とか回避とかに反応できずに食らってしまうっていうのを利用したセットプレイです。ではそこまでやってみますね。またやってこう後ろに回り込む。で次ですね、後ろに回り込んだ後はもう相手の方を向いて、2B ですね。 2B2A 2B2A 前 A ですね。これ 2B2A 前 A で、さらに、EX サードエッジをかませるってことですね。でここで5ヒッツになるんで、これここが5ヒッツになったら成功ですね。これ2ヒッツとかでは失敗です。これ失敗ですね。成功の時は絶対5ヒッツになるんで、ここがちょっとスピードがいる。そうで、この後は普通にライジングで開けて、これでハードエッジ、強ハードエッジでヒットさせて、で、レイジングストームの、デッドリレーブっていう形になるんです。で、この上げてレイジングストームやるじゃないですか。
で、レイジングストームで最速で出すとこれ使っちゃうんですよね、デッドリーフ。なんで、ディレイを使わないといけない。で、ディレイのタイミングとしてはレイジングストームで落ちてくるときで拾う、ここですね。このタイミングは、まあ、あの何回もやってコツをつかむ感じです。レイジングストームで落ちてくるとき、レイジングストームで上にまだ上り上げてるときにダッシュだとスカルですね。ここだとスカル使っちゃう。まあもちろん壁端なら食らうんですけど、壁端でこのセットプレイやらないんで、ここですね。ここで拾う感じ。それで、おさらいすると、まずハードエッジの EX をやって、ライジングタックルを AB キャンセルでやって浮かせて、で、次に NC やって、次にレイジランシフトで後ろに回り込んで、前 B、2B、2A、前 A、で、EX ハードエッジ。で、また、ライジング AB キャンセルで上げて、そして強ハードエッジで、レイジングストームして落ちてくるときにデッドリレイですね。ちょっと長いし難しいんですけど、流れでやるとこんな感じになりますね。ここですね。で、これでやる。で、これで 4.5 ゲージ、 4.5 ゲージでまあだいたい950ぐらい減るって感じです。これが C、違う、 EX 単発じゃなくて C からやると結構減る。あ、出ない。こんな感じですね。ここまでいくと950ぴったりぐらいですかね。 4.5 ゲージ、19ヒットで950ぐらいいきます。まあ、こんな感じでね、まあ、ロックでも、まあ、結構ロックあんまり使ってる人ってあんまり少ないんですけど、実はロックもここまでやればすごい大火力を発揮できるんだよっていう感じですね。まあ、あとはまあ、これ一応その弱点みたいなのがあって、あの多分初見じゃないと食らわないんですよ。これ要はめくり状態だから、あのガードに適応できればあの防げるんですよね。それか駒投げ、ガードか駒投げ、もしくは回避で避けられちゃうんで、だからこれを使うときは初めて打つ、最初で最後みたいな感じ。できれば最終ラウンド、最終ラウンドでもう後がないって時に、まあ、奥の手として出したいってところです。で、相手は多分びっくりするんで、え、 HP 満タンだったのにあとちょっとしか残ってないみたいな感じ、相手がビビると思うんで、それはあのこっち相手の精神も削れるし、こっちとしてもすごい、優越感のあるコンボになるんじゃないでしょうかって感じですね。あと余談なんですけど、あのデッドリーレイブには2種類あって、このエクストラっていうのがあるんですけど、これね、エクストラであのコマンド逆ですね。普通のデッドリーレイブのコマンド逆にして出せばデッドリーレイブエクストラっていうのが出るんですけど、この状態であればロックの手を見たら分かると思うんですけど、ちょオーラが出てると、これであの強化するんですよね。から変身バージョン、ロック変身バージョンです。ここの変身した時の恩恵は、あのまずこのノーマル烈風拳で相手の EX の弾を消せる、つまり EX 状態、1段階上がってるんですよね。 EX 状態で、なおかつこっちの相手の EX もこっちの EX で消せるって感じです。これも相当強いですね。で、あとハードエッジが2ヒットから3ヒットに変わる、3ヒットなんで、しかも相手が結構後ろに行くから
これをガードされたとしても、あの今ガード状態にしますか、ガード状態にしてもこれすごい後ろに行くんで相手の反撃が届かないんですよ。だからこれで前転でやればもうこれを食らわす限りでこっちは攻撃を食らわないっていう形になります。またハードエッジ 3ヒットになるのでヒット確認が相当しやすいんですよ。だから相手がこれやったらここで普通にレイジングストーンともう出しやすい、3ヒット目にこれを出すしてもう半分減っちゃうんで、しかもレイジングストームとかも全部技とかも攻撃力強化されてるんで、まあ、出しやすいと。でこれで、はい、であとまあこれはまああまり使う道がないのかなと思うんですけど、強化バージョンの、デッドリーレイブは一発ガードクラッシュなんですよね。やってみます。これでガードをクラッシュするんですよね、一発で満タン状態でも。でこの後に何か追撃ができるかって言ったら別にそうでもないんで、これもしかしたらすごい遠くからやればいいのか、遠くからやってガードさせたら、いやそれでも反撃できないからあんまり意味ないですよ。であとはレイジングストームなどにレイジングストームがもう一発食らうって感じですね。これは結構強い、レイジングストームしてレイジングストーム2発食らうって感じ。ハードエッジでマックスにしといてもう一発食らう、あ食らいますね。654なんで結構強いですよね。うん、ああ結構ゲージ3で654なんで相当減ります、ね、まあこういうのもあるよという形ですね。はい、まあロックは、やっぱりあんまり使ってる人がいないんで、まあこれでロックのね魅力をね存分に発揮して使ってくれる人が増えたらいいなと思います。来年ね、ガロー伝説のシティ・オブ・ザ・ウルフズが出ると思うんですけど、それでもね、ロックがまあ主人公なんで、ロック使いがもしかしたら増えるか、うん、今のうちにロックを、まあ、ちょっと触っといて、シティ・オブ・ザ・ウルフズでも、まあ、同じように使えたら、まあ、練習っていうことですよね。シティ・オブ・ザ・ウルフズの練習で、ここでロックをちょっといじってみて、ロックはね、本当楽しいんでね、ギースの息子でありテリーが育てたんで、烈風剣も使えるし、ライジングタックルも使えるテリーのもうハイブリッドなんでね、はい、まあこんなところですかねロックは。はい、皆さんね興味持っていただけたら幸いとなりまして、そうですね、まあ、この動画が良かったら、チャンネル登録もしくはグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。また毎週ですね、水曜日に生配信やっております。ゲームの生配信やっておりますので、よければ遊びに来ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。